今回は BOCW スタンドオフ24分の7ノーキルコンファームド途中参加で入ってたんですけど序盤で、ね、あ、やらなかったか、アランボーだ、あとで買うけどね。今回はクラスこちらですね、谷口めぐのクラスで DMR にこれディアマティ単発であるんでスティームショットセムテックスジャマーのクラスで AMP63 ハンロックのチャレンジやっていきたいと思います。はい、ダブルドア。このサイト初めて使うんじゃないかな俺。ハンドガンであまりサイト使わないんだけど、めっちゃ敵が強そうっすね。あ、向こうで持ってねえかこれ。まだ俺ゼロか。勝ってはいるけどね。あばあば。危ねえですね。あ、今のキルはどのキルだったんだろう。よしよし、これいいな、勝つ気持ちも。あれか、あれじゃない、まだリロード早いね。使えるなこれ、ここにいるな。どこに行ってるか、この辺難しいんだよな。うまい、ディアマティ使いやすいね、やっぱり。もう一体いる、なかなか面白いキルコンだな今回。 いけるね。危ない。武装した男を倒した。ジャマーをどこに設置するかだよこれ。ジャマーを設置する。上空に敵の偵察機。右いるな絶対。あ、敵のか。うちらの UAV 偵察機出してほしいな。入ったい。ダメか。まだ5キルだけど、あれセムテックスかなんかのキルが入ってると思うんで、もうちょっとキルやった方がいいですね。使いやすいよとても。あ、負けた。ハンドガン使ってる人多いでしょ。あの AMP63 のチャレンジやってるんですよ俺。ひたすらこのルートでやってみるから、今度こう行ってみようか。左行ってみるか。いるよここ。中にいそうじゃない。敵の偵察機が接近ね。俺の読み通りよ。でね、右にいるんだよ、こう。あっか。めっちゃ今ってるぜ、こいつ、ほんとに。まあ、8キルぐらいやれば、多分いけると思うけどな。ああいううちは。もう、多分進んでると思うんで、もう、これ、DMR に使うからね。敵の偵察機が接近。でも、あれ、面白かったんだよな。あ、投げければよかった。正面にいる。はい、ハンドガンとか強いな。あ、レベルアップで、あば、どこにいる。ここにいるな。上に曲がったな。ここにいるな。ここに入れないか。意味ないことしちゃった。ジャマーを把握された。あ、ここにいるなこれ。ジャマーを把握、あっか、向こうか。お、センサー前に引っかかった。よし、でリスポ向こうで、あ、ここにもいるか。難しいな、ここな、結構。セムテックスを起動。あ、死んだ。よし、セントリー行けるで。セントリーをどこに出すかだな。ここに行くか。リーとか置いてんじゃねえの？ね。
煽りか。これで連中もしばらくは懲りるだろう。ジャマー使わなかったな。勝利をつかんだ。圧勝しないよ。ちょっと進行状況やったです。19マッチ目今ので、あと1マッチでこの AMP63 ですね。フルオート、レース速度と弾速は向上、中程度の反動があるが近距離で威力を発揮、ハンドガンを使用して5キロ異なる20マッチで達成、途中退出無効ということでね。 XP もプラス 1000XP 入りますね。この MP63 のアンロックチャレンジやってみました。あとよろしければチャンネル登録の方もぜひともよろしくお願いします。はい、ご視聴ありがとうございました。バイバイ。